全国の皆様から日本初の女性総理になってほしいとの声を寄せてもらった日本の総理として難問から逃げず新たな日本を築いていきたい自民党総裁選が9月12日告示された。前日の11日午後に出馬の記者会見を開いた上川陽子外相。高市さなえ経済安全保障担当省に続き 女性で総裁選への出馬を表明したのは二人目で、立候補に必要な20人の推薦人確保にこぎつけた。上川氏は東京大学を卒業し、三菱総研の研究員を務めた後、米ハーバード大大学院を修了しています。輝かしい経歴を引っ提げ、2000年の衆院選、静岡一区で初当選を果たし、現在7期目です。上川氏が、 初の女性首相候補と目されるきっかけとなったのは、法章時代の2018年7月に行ったオウム新理教の元教祖朝原正孝（本名松本千代を死刑囚ら13人に対する死刑執行です。大手紙政治部記者。日本における死刑執行は法章による執行命令から5日以内に行わなければならないと定められており、その判断は事実上。 法相の職責は死刑執行命令書に署名するという重たいものであり宗教上の理由などから在任中に一度も執行命令を下さなかった法相も少なくない上川氏は3回あった法相在任中計16人の死刑囚に対し執行命令を下していますこれは法務省が1998年11月から 死刑執行の公表を始めて以降最多です。上川氏はただでさえ重い死刑執行の判断という職責を数多く果たしたのみならず地下鉄、サリン事件をはじめとする未存のテロを実行したオウム真理教の確定死刑囚に対する刑の執行を決断したのです。オウム真理教の死刑囚に対する刑の執行はオウム関係者からの報復を招きかねない。通常、 閣僚の任を離れ、党の要職にでもつかない限りは、SP、セキュリティポリスの警護対象から外れますが、上川氏には SP が、報渉離人後も警護を続けていて、長田町では、生涯、SP 付きとも言われています。前出政治部記者。そうした決断を毅然とやってのっけたことから、弾力がある、腹が据わっているなどと自民党内で、上川氏の評価は急上昇し、 初の女性首相候補の一軍に名を連ねるようになった。昨年9月には、女性では、約20年ぶりとなる外相に就任し、外交デビューを果たした。上川氏の仕事ぶりについて、麻生太郎副総裁は、このおばさん、やるねえと持ち上げ、そんなに美しい方とは言わないけれども、堂々と、英語もきちっと話をして、自分でどんどん会うべき人たちの予約を取る。 あんな風にできた外相は今までいないと評価した。容姿に言及した、あそぶ発言は批判を浴びたが、その手腕を認めての言葉に、上川氏は、ありがたく受け止めておりますと返した経緯がある。外務省での評判は、胆力を示す一方、パフォーマンスには走らない手堅い実務型の政治家として、評価を集め、11日の出馬表明にこぎつけた上川氏。 しかし、同氏に仕える足元の外務省からは、そうした評価とは異なる手厳しい批判がちらほら。熱心なのは結構だが、上川氏はとにかく細かい。そんなところまで突っ込んでくるかというぐらいで、支える側は疲れきっているのが実情なんです。そうこぼすのは外務省の中堅官僚だ。この中堅官僚によると、上川氏が外省に就任以降、 国会答弁作りや外遊準備に要する業務量は格段に増加したという。今年4月、上川氏が岸田文雄首相と共に訪米した際は、米国のブリンケン国務長官と会食で同席することとなり、その準備作業に上川氏は神経を尖らせたんです。会食に向けて準備した想定問答集は、上川氏のかすかに理財をうがつ突っ込みを経て100ページに及ぶ 分厚い資料になりましたしかし会食で想定問答集が役に立ったのはごく一部で事務方の膨大な準備作業はとろうに終わった感が否めないんです歴代わずか3人しかいない女性外相に名を連ねた上川氏外務省を福間伝と称したのは小泉純一郎政権で女性初の外相を務め同省に大きな混乱をもたらした田中牧子氏だ ある幹部は田中牧子の再来とまでは言わないが、と口を濁した。自民党総裁選の火蓋が切られた。国民が待望する初の女性首相誕生となるのか。二人の女性候補者について取材した。